仏壇にまつわる話。これは20年経ってようやく一つにつながった話である。20年前、私は仕事の関係で東北のある小都市に住んでいた。その時の同僚で、仮にお名前を M さんとするが、まずは彼女の周りで起こった不可解な出来事を記しておきたいと思う。M さんは出会った時、子供が3人いたが、すでにシングルマザーだった。子供たちを保育園に預けたり、実家の両親に面倒を見てもらって仕事をしていた。この M さんのご主人が亡くなられるまでの経緯がすごかった。M さんのご主人は地元企業の会社員として普通に働いていたが、ある日突然行方不明となった。自分の車で仕事に向かったきり連絡が途絶えた。かろうじて分かったのは、会社内でいじめがあったらしいということだったが、行き先の心当たりがある人は誰もいなかった。M さんも義理の両親と相談の上、警察に捜索願いを出し、ご主人の帰りを待った。そして約1ヶ月後、本人から突然自宅に電話があり、気がついたら青森にいた。迎えに来てほしい、とのことだった。そこは遠く離れた本州最北端の場所であったという。車の中にいたそうだが、ガソリンは空だし、服などはボロボロで裸に近い状態だった。M さんが迎えに行くと、ほとんど記憶がない、とのことだったらしい。それからご主人は仕事を辞めて、自宅アパートに閉じこもるようになった。そして M さんは、生活のため、フルタイムで働かなければならなくなった。ご主人の精神状態に不安を感じつつも仕方がなかったという。その不安はどんどん大きくなっていった。やむなく子供たちの世話をお願いしていたが、真ん中の女の子だけ可愛がり、上と下の男の子は放置して、むしろ虐待ではないか、疑わしい点が多々あったのだという。M さんが心配し始めた頃、ご主人のある精神の異常行動を目の当たりにした。M さんが仕事が終わり帰宅してアパートの部屋に入った時、部屋の中でご主人が真ん中の娘さんを抱っこして座っていた。見ると、その前には、家中から集められたと思われるカッター、ハサミ、包丁などがたくさん置かれていた。M さんは仰天して言葉を失ったものの、娘が泣いたりしていなかったので冷静になり、トイレに行かせる時間だよと言って娘を受け取り、他の男の子2人も連れて裸足のまま車に押し込み、すぐさま脱出した。実の姉にかくまってもらったそうだ。そして、義理の両親に連絡して、そのまま帰らなかったのだという。ご主人はその後すぐ、原因不明の心肺停止により亡くなられたとのことだった。それで M さんはシングルマザーとなった。M さんは子供3人を連れて実家に戻り、実の両親と共に暮らし始めた。しかし今度は、その両親と些細なことでの喧嘩が続くようになった。そしてそれがどんどんひどくなり、険悪な状況となったそうだ。それでも、子供三人を抱えて一人で育てていかなければならない。頼れるのは、自分の両親と近くに住む姉だけである。私は夜の時間を利用してあるスポーツクラブに所属していた。
そこに M さんも来るようになり、親しくなっていった。私にできることは、M さんの愚痴を聞いてあげることぐらいであったが、時々は私のアパートにも子供連れで遊びに来て、楽しい時間を過ごした。ところが、両親との確執は大きくなるばかりで、精神的にもかなり辛かったとのこと。M さんは我慢に我慢を重ねて数年やり過ごしたが、ある日限界が来て、とうとう家を出た。私も引っ越しの手伝いに行ったが、M さんが古くてボロい家だけど、ようやく心が落ち着いたの。これでやっと子供たちと安心して暮らせる。と言っていたのが、今でも忘れられない。M さんが実家を出てすぐに、まだまだ若かった両親が相次いで病気で亡くなった。あっという間のことであった。実家は無人の状態となったのだが、そこで新たな問題が発生した。M さんのお姉さんは、ご結婚されて家を出て、ご主人と子供さんと近くに住んでいた。だから普通に考えるなら、実家にはシングルマザーの M さんが戻れば、家賃もかからないし、家の存続にもなるはずであった。ところが、M さんの姉は遺産相続の観点から家の売却を求めたのだそうだ。M さんは訴えられて仕方なく従うしかなかった、とのこと。しかしその最中、M さんの姉はある日突然、自宅で首吊り自殺をしてしまった。家族によって発見されたのだが、なんで自殺だったのか、遺書などもなく、誰にも自殺の原因がわからなかった。しかし警察の介入もあって、明らかに自殺と断定されたのだった。M さんのご主人の不可解な行動と不審死、ご両親との異常なまでの確執と早い死、姉の自殺。これらの壮絶な出来事を背負いながら子供三人を育てていた M さんだった。私は再び転勤のためその地を離れ、M さんとも離れ離れとなったが、年賀状やメールのやり取りでかろうじてつながっていた。コロナが落ち着き、M さんに呼ばれて、新幹線に乗り、ようやく再会できたとき、20年という長い時間が経っていたことに気がついて、本当に驚いた。そしてやはり、20年前の M さんに降りかかった数々の不可解な出来事について、確認したいことがあった。それは、霊的な出来事で何か災いをもたらすような出来事がなかったかどうかである。すると M さんは少し考えてから、そういえばあったよ、とのこと。それが、これら一連の不幸な出来事の原因となるかどうかは不明だが、思い当たることがあると話してくれた。M さんの話。まだご主人が正常な状態だった頃、急に M さんの実家から緊急の呼び出しがあった。近くに住む姉と共に M さんとご主人も実家に駆けつけると、家の玄関の前に高さ一丈、近くに住む姉と共に M さんとご主人も実家に駆けつけると、家の玄関の前に高さが一丈ほどの大きな荷物が届いていたそうだ。それは宅配便の荷物で、設置までの料金は含まれておらず、玄関先を渡しのため、そのまま置いていった、とのことだった。中身は、なんと仏壇だった。M さんの母親の弟、つまり M さんの叔父が所有していたもので、亡くなられた際、古い家も取り壊すことになり、お位牌は息子さんが引き取り、仏壇は M さんの母親が譲り受けたらしい。それが荷物扱いで送られてきたのだが、両親だけでは部屋の中まで運べず呼び出されたということだった。
ご存知の通り、仏壇はかなりの重量があり、玄関先で荷ほどきをし、上下二つに分けて、M さん夫婦、M さんの姉、M さんの両親の五人で、なんとか運び入れたそうである。その仏壇であるが、宅配便で送る際、魂抜きをしていなかったということが、ずっと後になって判明した。叔父の息子にあたる方がまだ若かったということもあり、そのまま送ったそうだ。魂抜きをしなかったからといっても、本来なら何の問題もないとされているし、法的にも規制はないことである。だから決して、これが原因で、とは言えないのだが、実際には、この仏壇を設置してから関わった5人のうち、4人が短期間で早すぎる死を迎えてしまった。仏壇の持ち主の叔父についても病死だったが、早すぎる死だった。何か、引っ張る者がいて、連れて行かれたのだろうか。20年経って、M さんからこの話を聞き、その仏壇の行方を確認すると、すでに玉抜きをして処分したとのこと。そして、もう一つの大きな疑問について言葉にしてしまった。M さんよく無事だったよね。すると M さんは、そうだよね、不思議だよね。私生きてるよね。とのこと。すると横から、ああ、この人ね、仕事も趣味も子供たちのことも忙しすぎて、くよくよ悩んだりしてる暇はなかったんだと思うよ。と、現在のご主人が教えてくれた。彼は20年前通っていたスポーツクラブの鬼のようなコーチだった。私が引っ越した後に仲良くなったらしい。M さんが死なずに済んだのは、たくましい三人の子供たちと新しいパートナーによって守られたのかもしれないと思わされた。20年経って、私の中でようやく腑に落ちた感じがしている。裏路地の花嫁。20代半ば頃の話。友人と飲みに行く約束をして、夕刻に待ち合わせの飲み屋前で待っていた。この界隈はいくつもの大きな飲み屋街の通りが交差して、さらにメインの通りから枝のように横道が伸び、そこにも隠れ家的な店が潜んでいる。待ち合わせている店は、メイン通りの大衆居酒屋、かつ何度も来ている店なので迷うはずもない。なのに、友人が全然来ない。まあ、遅刻魔なので致し方なしだったが。じっと突っ立ってるのもあれなので、店の周辺をうろうろしていた。店と店の間に細い路地があった。路地というより、建物間の隙間と言うべきもので、幅は人が両手を横に広げた程度で、奥行きは20メートルくらい。店の勝手口や空き瓶が収まったケース、エアコンの室外機、排煙口、地面には潰れた空き缶やタバコの吸い殻なんかが落ちている。勝手口の上に電灯がある以外は明かりはなく、路地の先にはまた別の飲み屋街のきらびやかな光が見え、この路地の暗さを一層際立たせていた。肺炎の香ばしいけど脂っこい匂いを嗅ぎながら暗い通りのあちこちを見ていたら、いつの間にか通りの先に人が立っていた。向こうの通りの明かりが逆光になり、シルエットになっているが、何か変だ。頭が大きく、いびつな形をしている。体はロングコートでも着ているのか、緩やかな曲線を描く。体はロングコートでも着ているのか、
緩やかな曲線を描きながら下まで続く。というか、曲線は足元で広がって地面と一体化し、まるで地面から生え出ているようだ。目を凝らすと、もう少し様子が見えてきた。和装の花嫁衣装を着た人だ。白無垢の打ち掛けを羽織っている。頭が大きく歪だったのは、文金高島田に角隠しのスタイルだったからだ。なんでこんなところにそんな格好でいるのか。結婚式の二次会か。何かのサプライズ。衣装。理由を思い巡らせていると、こちらを見ている視線をその花嫁から感じた。暗いのと遠いのとで見にくくはあったが、まるで発光してるかのような紅色の唇がかすかに動いたように見えた。その途端、花嫁が素早いすり足でこっちに向かってきた。ずるずる、と、裾を引きずる音がする。口がパカッと開かれた。口中は真っ暗だ。両手を徐々に横に上げながら、ついには左右の壁を指で擦るように触りながら近づいてくる。その時にはもう金縛りになって動けず、目も離せない。空き缶や吸い殻をすり足で蹴散らし、サッカーゴールを守るキーパーのようなポーズでこちらに向かってくる。近づくにつれ、花嫁の笑い声とも泣き声とも思えるような叫びが聞こえてくる。このままこっちに来ると私とぶつかる。近づいてきて分かった。身長が2メートル以上ある。私は即座に諦めた。諦めて花嫁との衝突を受け入れる覚悟をした。5メートルほど手前で手を前に突き出し始めた。まるで私を抱きしめようかとするように。さらに近づくにつれ、角隠しの影で見えなかった目が見えた。私を見下ろすように、ぎょろりと黒目を下に向け、頬は涙で濡れている。花嫁は何かを叫んでいた。意識も金縛りになっているのか、気絶もできないまま、花嫁と目を合わせたまま抱きしめられた。その瞬間、まるでダクトから出ている煙かのように花嫁はぼわっと無惨した。しかし、私にとっての地獄はここからだった。生きてきた中で一番ひどい悪臭が一体に立ち込めた。硫黄、塩素、アンモニア、メタンガス、腐った肉、魚介の内臓、ウォッシュタイプのチーズ、群れた靴下、下水。そんなものをミキサーにかけて、霧吹きで散布した感じだ。私は我慢できずに、路地に置いてあった青いゴミバケツの蓋を取って嘔吐した。何も食べてなかったので、胃液ばかりが出た。突然肩を叩かれ腰が抜け、へたり込んだ。友人だった。こんなとこにいたらわかんねえよ。ってもうベロベロじゃねえか。友人は私が酔って吐いていると勘違いしているようだ。すでに悪臭は消えていたが、とりあえずこの場所から離れたいので、違う通りの違う店に行った。そこで、さっきの出来事を友人に説明した。やっぱ酔ってるだろ。いや、今飲んでるのが一杯目だって。信じてくれと説得するのもだるいので、忘れるためにめちゃくちゃ飲んだ。そして吐いた。それから特には、あの花嫁に関わるような出来事は起きていない。が、あの場所付近にまつわる話で、
ちょっと関係のありそうな男女の切なく悲しい話があることを知った。その近くに祀ってあるところがあるらしいので、一度参ろうと思う。その場所が細く暗い裏路地のような場所じゃなければ。ゆうこちゃん。友人の Y さんから聞いた話だ。彼は以前、臨床工学技師として働いていたことがあり、その職場で夜勤中に足だけの幽霊を見たりしたことがある。人よりもいくらかそういったものを感じてしまうプチ霊媒体質と言っていいかもしれない。そんな Y さんが学生だった頃の話。Y さんの友達の A さんが新しくアパートを借りた。この A さんは人望の厚い人柄で、彼の周りにはいつも友達がたくさん集まっていた。そんな彼が一人暮らしを始めるというので、そのアパートは格好のたまり場となったそうだ。Y さんもご多分に漏れず、A さんの家で酒盛りが行われるといつも参加していた。そしてこの A さんの家は、本人曰く、女の幽霊が出るというのだ。しかし Y さんはこれを学生時分によくある類の眉唾な話だと思い、 A さんごとからかった。じゃあ幽霊だから優子ちゃんだな。あまりに陳腐で自分でも笑ってしまうようなからかいだったが、学生特有のくだらなさは誰しも覚えがあるのではないだろうか。ある日、いつものように恒例の宅飲みが A 家で行われていたので、Y さんは数人の友達と共にお酒をたしなんでいた。A さんの家は玄関を入って左右に洗面所と台所、まっすぐ廊下を進んで一部屋という作りの何の変哲もないよくあるワンルームだった。だがここ最近、置いてあった包丁が勝手に飛んで落ちたり、換気扇が勝手に開いたりと、気のせいで済ませるには少し不自然な、不思議な現象がよく起きているという。集まりの中には、オカルト研究会の先輩などもいたせいで、A さんがその話をした途端に、場は一気に怖い話へとシフトしていった。Y さんは部屋の一番奥、向かって正面に玄関が見える位置で、座ってみんなの話を聞いていた。すると、本当に何の前触れもなく、廊下と部屋を隔てているのれんが、ふわりと揺れた。その隙間に、白いレースっぽい服を着た、縮れ毛の女の子がゆっくりと身を乗り出してきて、Y さんと目が合った。あまりにも普通すぎる出現に、A さんがこっそり連れ込んでいた彼女かと思ったのだが、どうも様子がおかしい。半身を乗り出したその格好からピクリとも動かずに Y さんをじっと見つめている。他の友達も洗面所の方は視界に入るはずなのに、何の反応もない。廊下は暗いとはいえ、人間がいるかどうかくらいはわかるはずなのに。この女は、自分にしか見えていないのだ。そう気づくと同時に血が凍ったような感覚になって慌てて女から目をそらし、再び二度見したとき、もう女はいなかった。本当に出たという衝撃に心臓が激しく脈打つ。Y さんはとりあえずその場を取り繕おうと何も見ていないふりを突き通そうとした。この楽しい宅飲みの場の空気を壊すのも忍びないし、何よりそれを周りに話すことによって、自分自身も見たという確信を持ってしまうかもしれない。それが恐ろしかった。しかし、
すぐにオカルト研究会の先輩にあっさりとカンパされてしまい、仕方なく勢いのままみんなにゆうこちゃんの話をした。酒の力もあったのだろうが、意外にも変な空気にはならなかった。みんながみんな面白がって聞いたので、場はむしろ盛り上がった。それでもいかんせん眉唾な話だったし、何より廊下を見ても何も見えない。それ以上の何かは期待できず、すぐに話題は切り替わり、Y さんもまた見てしまったという事実を酒で流そうとし、その日は見事に酔いつぶれてしまった。それ以降、Y さんはどうしても A さんの家に行く気にはならなかったので、宅飲みへの参加はしなくなってしまった。それからしばらく後、Y さんが優子ちゃんを見たことも手伝ってか、ある日に A さんが不動産屋に確認をしてみたそうだ。すると、やはりというかなんというか、そのアパートは事故物件のようなものだったようである。ただその部屋での死人などはおらず、数年前まで住んでいた女の人が行方不明になっているというだけのものだった。その女性は生死不明なので、それが優子ちゃんなのかどうかはわからないということだった。さらにまた時が経つと、再び A さんから、変なことがあったと連絡があり、話を聞いてみた。ある日に家で過ごしていると電話が鳴ったそうだ。どこからの着信なのかはわからなかったが、軽い気持ちで出てみると、全く聞き覚えのない女の声がこう聞いてきた。ゆうこさんはいますか？ A さんはその意味を理解すると同時に思わず受話器を叩きつけてしまったという。Y さんは本当に何の気なしに幽霊をゆうこと名付けて呼んでいた。九段の行方不明になった女性のことも知らないし、電話の女性の正体もわからない。だから、当然だが知っていて名前をつけたわけではない。幽霊だから優子ちゃん。ただそれだけだ。名前が偶然にも当たっちゃってたっていうね。Y さんはそうはにかみながら言っていた。行方不明者を出したアパートで見た女の幽霊。それに優子と名前をつけていた Y さん。後日 A さん宅にかかってきた優子の所在を問う発信者不明の電話。すべてが偶然噛み合ったこの話だが、その真相は依然として不明である。あの白い服の縮れ毛の彼女は、本当に優子だったのだろうか。あるいは、